はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、少し難しい企画に挑戦しようと思っておりまして、バベシ GM についてまたやっていくんですけれども、2ヶ月ほど前にですね、バベシ GM の本当にひどい補強の数々をですね、ランキング形式でワースト5という形でご紹介したところ、なんとですね、10万再生を超えてしまいまして、本当にですね、たくさんの方にバベシ GM について知っていただいたわけなんですけれども、さすがにですね、10万再生も稼がせてもらっておいて、バベシ GM をディスったままで終わってしまうのはさすがに良くないなぁと思いましたので、今回はですね、バベシ GM の逆に良かった補強を全部紹介したいなと思っております。で、対象となるのは FA、トレード、そしてドラフトとなりますので、そこからですね、バベシ GM、あれだけひどい時代を作ったわけですけれども、この動画に限ってはバベシ GM を褒めるように努めたいと思いますので、ぜひですね、見ていただければと思います。で、そもそもですね、いくつ出てくるかっていうところも予想しながら見ていただければなと思います。自分で考えておきながらなんですけれども、結構無理難題な気がしなくもないので、頑張ってですね、怒りを抑えながら褒めたいなと思います。はい、まず一つ目はラウル・イバネスとの FA 契約ですね。これはですね、本当に良かった補強ですね。で、イバネスとの契約なんですけれども、2003年の11月末ということで、バベシ GM 就任直後の契約なんですね、これ。なので、いきなり素晴らしい契約を結んだということで、幸先いいスタートを切ったわけなんですけれども、イバニスはもともとマリナーズにいて、で、一度ロイヤルズに移籍したんですけれども、ロイヤルズで打撃が開花しまして、中距離砲としてですね、徐々にこう頭角を現し始めてきていたところのタイミングでマリナーズに呼び戻したんですけれども、移籍後ですね、5年間で113本ものホームランを放ちまして、本当に打者としてさらに一段上のレベルに上がりましたし、この時代の主軸の打者として非常に活躍してくれましたので、イバニスとの契約は本当に良かったと思いますね。で、さらに2008年のオフにイバニスは FA でフィリーズに移籍するんですけれども、移籍する際にはチームにドラフト指名権も残してくれましたので、本当にですね、この契約は良かったなと思いますし、これはですね、バベシ GM 史上でも一番の補強かなと思いますね。GM 就任直後にこんな素晴らしい契約を結べるなんて、本当にバベシ GM は天才なのかもしれませんね。それはないんですけど。はい、続いては2004年ドラフト11巡目指名でマイケル・ソーンダースを指名したのもなかなか良い補強だったかなと思いますね。ソーンダースが活躍したのが、そもそもバベシ GM 解任後っていうのは置いといて、11巡目指名で後のレギュラーの外野手を獲得できたのは非常に良かったかなと思いますね。で、ソーンダースは2009年にメジャーデビューを果たすんですけれども、デビューしてから3年ほどはですね、ちょっと打撃が振るわなかったりして、思ったほど伸びなかったんですけれども、2012年から頭角を現し始めまして、この年ですね、139試合に出場して19本のホームラン、さらに21盗塁と非常にバランスの良い数字を残しまして、怪我がちょっと多い選手であったんですけれども、最終的には20本20盗塁を記録できるレベルの選手まで成長しましたので、11巡目指名でこのレベルの選手を獲得できたのはバベシ GM よくやったんじゃないのかなと思いますね。またソンダースはカナダのビクトリア出身ということで、シアトルからも比較的近いところ出身の選手なので、結構ですね、マリナーズファンからも愛されていた選手でしたので、そういったある意味地元の子が活躍するという点でも、この指名は良かったかなと思いますね。で、その後ソンダースはブルージェイズで移籍することになるんですけれども、ブルージェイズでですね、2016年オールスターにも選ばれましたので、バベシ GM 11巡目指名でレギュラー外野手のみならずオールスター選手を引き当てたということになりましたので、掘り出し物を引き当てる力がバベシ GM にはあったのかもしれませんね。はい、続いてもドラフト関連ですね。2006年ドラフト7巡目でダグフィスターを指名したのも良い補強だったかなと思いますね。なかなかですね、上位指名以外でメジャーリーグの先発ローテーションを任せられるような先発投手を指名するのは難しいことですから、7巡目指名で先発ローテの真ん中ぐらいを任せられる選手を取れたっていうのは良かったと思いますし、バベシ GM うまくやったんじゃないのかなと思いますね。で、フィスターはですね、先ほどのソーンダースと同じように2009年にメジャーデビューを果たしまして、フィスターはすぐにですね、メジャーの先発ローテーションに定着しまして、活躍もしてくれたピッチャーなんですけれども、ただもう少し活躍できたと思っておりまして、当時ですね、マリナーズはものすごい打線が弱くてですね、もう1点2点取れれば同じぐらいのレベルのチームでしたので、フィスターへの援護がほとんどなかったんですね。そのため成績上はちょっとこう負け越しということで、見栄えは悪くなってしまっているんですけれども、もう少し打線が強い時代だったらもっと活躍してきた選手だと思いますね。で、ちなみにフィスターはその後2011年のトレードデッドラインに
タイガースでトレードされることになったんですけれども、そこから先はですね、本来の実力通りの援護を受けるようになりまして、勝ち星も伸びるようになりましたので、フィスター本人にとっては良かったのかなと思いますね。ただマリナーズとしてはあのトレード自体は大失敗に終わりましたね。まあ、今回はバベシ GM に関する話ですので、フィスターのトレードについては深くは言及はしないんですけれども、買い占めをうまくですね、メジャーリーガーに変えることができたという点では、バベシ GM このドラフト指名もかなりうまくやったんじゃないのかなと思いますね。はい、続いては2006年12月のホセ・ギエンとの1年契約ですね。こちらもですね、イバニスの契約と同じぐらいうまくいった契約ですね。で、ギエンはですね、マリナーズに加入する前の年、2006年はですね、ナショナルズでプレイしていたんですけれども、肘の大怪我を負ってしまって、まあ、シーズン途中で終わってしまったということで、まあ、ちょっとリスクのある契約ではあったんですけれども、ただ結果的にはこの契約は大成功に終わりまして、153試合で23本のホームラン、さらに99打点と3番打者として本当に1年間活躍してくれましたし、で、この年のマリナーズの打線っていうのは結構フリースインが、まあ、どんどん振っていくような選手を多く並べた打線だったんですけれども、これがかなりうまくいきまして、チームとして88勝と近年の中ではかなり勝った年になりましたので、本当にですね、このギーエンの契約っていうのは一つ大きかったのかなと思いますね。個人的にギーエンの印象としては本当にチャンスに強いなというイメージがありまして、まあ、実際99打点というところでチャンスに強かったわけなんですけれども、本当に頼りになるバッターでしたし、もっとですねマリナーズで見たかったという思いはあるんですけれども、ただマリナーズはですねクラブオプションをギーエンに対して持っていたんですけれども、このオプションを行使せずこれだけ活躍したギーエンを残留させなかったんですね。まあ、普通の GM だったらこれだけ活躍した選手のクラブオプションというのはまず間違いなく行使するところだと思うんですけれども、そこはやっぱりですねバベシ GM は天才ですので、オプションは行使せずギーエンを FA にしたわけなんですね。おそらく残留させなかった理由としては、2007年の時点でギーエンに薬物使用疑惑が出ていましたので、バベシ GM もそのあたりを考慮して残留させなかったという判断に至ったのかもしれないんですけれども、ただ翌年ですねバベシ GM 解任直前にですね、今ギーエンがいればなぁと非常に後悔していたらしいので、それだったら残せばよかったのにとは思いますね。ただ繰り返しにはなりますが、ギーエンの契約自体は成功だったと思います。はい、続いてはホセビドロのトレードですね。これは結構人によって評価が分かれるところではあると思うんですけれども、個人的には成功かなと思いますね。ビドロはナショナルズからトレードで加入したんですけれども、交換要員として若手2人クリス・スネリングとそれからエミリアノ・フルート2人を交換して獲得した選手なんですけれども、ナショナルズ時代そしてその前のエクスポツ時代も含めても非常にアベレージを残せるバッターとして知られていた選手でして、でマリナーズに来てからもですねその傾向は変わらずにですね、2007年147試合で打率3割1分4厘と非常に高いアベレージを残しましたし、また2番バッターとしてですね結構ボールを見ていくタイプの選手だったんですけれども、1番イチローとのマッチングも非常に良くてですね、イチローの盗塁をうまくアシストしたりとか、まあ、そういったところでも非常にビドロはいい選手だったなと思いますね。でビドロを獲得するために放出したスネリングそしてフルートに関してはナショナルズでほとんど活躍することができなかったので、このトレード自体はそんなに悪くなかったのかなと個人的には思うんですけれども、ただ確かに翌2008年は打率2割3分4厘と全く振るわなかったので、まあ失敗という声もまあわからなくはないかなというところですかね。ただバベシ GM の数々のトレードの失敗と比べたらこれは全然成功の部類に入ると思いますね。ということでですね、なんと5つしかまともに成功と呼べるような補強が個人的にはありませんでした。で今回調べるにあたって2003年オフからバベシ GM が解任される2008年の途中までのマリナーズの全トランザクションを確認したんですけれども、本当にひどい補強ばっかりでまともに成功と呼べるのがこれぐらいしかありませんでした。私としてもなんとかバベシ GM を褒めたいと思ったんですけれども、すいません本当にもう限界です。で今回調べていて思ったのは、これだけのありさまでむしろ5年近くもメジャーリーグの GM として生き残っていたことこそがもう本当にすごいことだと思いますので、これはですね素直に褒めてもいいんじゃないのかなと思いますね。またイバニスやギーエンの補強などはあれは素直に褒めてもいいと思いますので、もしかしたら皆さんの印象の中では何もかもうまくいかなかった GM というふうに思っているかもしれませんけれども、実際のところは概ねうまくいかなかったのがこのバベシ GM なのかなと思いますね。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。